まってるみたいだ。大丈夫ね。引き返すなら今のうちかも。チーフ、なんだか時間がない。点数が多すぎる。点数を見つけないと。あなたの未来が見えた。静寂のオーディトリウム。そんな。なんだ、問題いく。気づくべきだった。呼び名が違ってた。前に来たことが、ここで彼女を。ここでコルタナは死んだ。何と呼べばいい。そうね。本に入れてみることだ。感じやすい。コルタナよ。ここです。早く。聞こえましたか？着きました。早く、急いでください。Thank you.
このドアにはパワーシードが必要ね。きっと近くにあるはずよ。あなたの未来が見えた、そして知った。悲しむことは死んだドアを離れ、その怒りに、その妬みを。来るのを待っていたのよ。どうするの？インフィニティに連れ帰って勝負する？博士は喜びそうね。 UNSC はサッタさん。アドリオクス？どうやって？時が来た。幸福の条件を話し合わねばならぬ。チーフ、ごめんなさい。やったわ。ねえ、大丈夫？いや、すまない。そうよね。よりにもよってアトリオクスに先を越されるなんて。あなたの気持ち、わかるわ。いえ、まだよ。大した自信、大した傲慢さが。救い主が来ると信じているのか。あのスパルタが。ジョン、チーフがあなたを止める。宇宙空間へ投げ捨てられたぞ。頭を潰されて。あ、犯行が何をもたらすか理解しているかと尋ねた。私は何と答えた？肯定した。お前にも同じ質問をしよう。よく考えて選択することだ。もたらされたものを理解するんだ。Thank you.
ここがあなたの家になる。ここがあなたの墓になる。Ha ha ha ha!
私に明け渡せ。正確でより完全な、まあ、彼女が死んだ場所は近い。ええ、でも断言はできなかったの。彼女は何か伝えたかったのか。自分がまたおかしくなっていくのが分かる。だから私は最善と思えることをすること。
謝罪いたします。ただちにあなたを誤って消去しようとしました。私が彼女はここを復旧させるのだと思ったのです。間違いです。間違い。急いで、封印は破れます。解放させてはなりません。彼女を止めるのです。そして彼らを封印を閉じるのです。なんだか嫌な感じがし始めてる。さら確かに。あなたは敵だと思っていたのです。お許しください。間違っていました。ここには多くの秘密が隠されています。私すら知らない秘密ですが、まずは彼女を止めてください。なんてバカだったの。博士ならコピーを作るに決まってる。時間があまりない。コントロールを奪われたら、このリングが宇宙に向けられた巨大な兵器、失うものなど何もない。私のせい、私がミスをした。時間がないわ。これはどう。終わりじゃない。ジョンが何とか助けないと。そうよ。どちらの計画通りかしら。ねえ博士、今はどうでもいい。全て後回しよ。これが最優先事項よ。彼には助けがいるわ。私と彼女の。どうも、アトリオックス。助かったわ、本当に。一つ教えて。自分の死に方を知ったら、あなたは生き方を変えるかしら？私は何も変えはしない。さすが。どうも。物事を正すの。彼女がリングを破壊して消去を止めた。なぜ？私を救える人がいるとしたら、それはあなた。あなたの素晴らしさ以外の全てを私はなくした。これ以上あなたの人生を台無しにはできない。ここでコルタナは自分自身を犠牲に。
静寂のオーディトリウム、フォアランナーのものね。それってダメ。どうして？裁判所、牢獄、罪人の処刑場、すべてが一緒に。なぜ？彼らの罪を覆わんと我らは静かに勝ち続けた。真理の間、話すことあたわず、自らを守ることあたわず、彼らを悟すことあたわず。何かな、信号を出してる。もう追跡してるわ。聞くがいい。オーディトリウムは落ち、エンドレスは見つかり、罪は消え去った。帰還の時が来た。との接続を開こうとしているのよ。彼女の相手をしてくれれば私が知られるの。契約を果たせ。マスターチーフを殺すのだ。戦いにも飽きてきた。トランスミッターを切り替えたのね。電源を再ルーティングしてる。まずいわね。この接続は生きてる。何かを探してるわ。無駄なあがきもいいところだ。何かが助けてくれてる。
誰と話を。わからない。信号がすごく昔のもの。私の時は終わる。お前の時も彼らによってな。回収を。もちろんです。今行きます。エンドレスが帰還する。解読しきれなかった。構わん。とにかく調べろ。そうね。今他の AI と組ませるわ。ハルゼイが認めれば別のコルタナとだって。私意外と当然のことよね。でも構わない。ただの残響よ。そうよ、これは残響。ごめんなさい、口を挟みたくなったの。彼女がそう言いそうだなと思って。どうわかるかしら。すごい潜在力よ。ごめんなさい、時間が足りなくて。本当に刹那の一瞬。うまくいったかしら。ねえ、なんだかさよならを言ってばかりね。だけどこれは終わりではないの。償いのチャンスなのよ。失敗を正し、また始める。間違ってた。自分だけでやれると思ったの。けどそもそもあなたを選んだ最大の理由が、私たちはチームとして一緒にやっていくためだったってことを忘れていたわ。完璧な相性、完璧な組み合わせ、完璧な完璧さ。最後になって自分の使命が分かったわ。あなたたちに私の失敗から学んでほしいの。より強くなってもらうために。私の目は確かだったわね、チーフ。あなた次第よ。大丈夫？なんて言えばいいのか。忘れて。脱出しないと。急いで。どうする？考え中。わかっている、わかってる。急がなきゃ。何か方法が。お前が。同意が必要か。でもどこに行くか見当もつかない。他に提案は。いや、でもこれって最悪。うん、これっきりにしてくれ。最悪って言ったでしょ。チーフ、見失ったと思ってました。
今まで一体どこにいたんです？エコー216？そこで待っていてください。ここはチーフ、どちらかっていうといつかが問題ね。原理はわからない。でも何日か経過してる。正確には3日よ。このリングは他のと違うな。バニシトとハービンガーは何かを探してたけど見つけられなかった。どうしてフォアランナーは何かを隠して鍵を捨てたの？なんだか不気味。いや、怖いのか？まさか。俺の意見は無視ですか？無視ですね。どうぞ、チーフ。すみません。また会えて本当に嬉しくて、本当に。で、どうするんです？蹴りをつける。そうかなくちゃ。リングはまだ敵が抑えている。待って、今さら聞くのもあれだけどね。一体何ですか？名前を教えて。エコー216なんて味気ない。ああ、確かに。エスパーサだよ、フェルナンド・エスパーサ。エスパーサね、フェルナンド・エスパーサ。世話になった。あんたのことは？私？なんて呼べば？何がいい？そうね、本当にいいの？本当に？名前くらい自分で選べ。そう、それなら気に入ってた名前があるの。じゃあ行きますか。備えて。